お望み通り出ていくさ。どうしたのクラウド？いや怖い夢でも見た？でも夜明けまで待ってね。ちゃんと送ってあげるから。ああ。今度は見つからないように。行くのかい？7番街へ行くにはどうすればいい？6番街を抜ければいいのさ。簡単だろ。途中に危ないところもあるけど、ソルジャーなら問題ないよ。元な。あの子にはもう関わらないでくれるね？わかった。ありがとう。すまないね。チョコボの洗剤、早速使ってみたわよ。あ。あれ？これは偶然ですな。どういうつもりだ？待ち伏せ？どうして？もっと一緒にいたいから。お道案内を頼む。喜んで。どうしたの？なんでもない。空が見えるな。上、工事中だからね。少し怖いね。ミッドガルを建設してる時、プレートが落ちたんだって。まだ人が住み始める前で、大事にはならなかったんだけど。あれは？ウォールマーケット。6番街のスラムは特別な場所なの。クラウド、6番街のスラムのことを知ってる？話さなかったか。故郷を出て、そのまま神羅に入った。6番街どころかスラムはあまり知らない。
昔ミッドガルを作るため人大勢集まって、その人たち宛てにして宿泊所お店いっぱいできたの。そこで働く人も集まってきて、お金いっぱい動くようになって、そしたらそのお金狙って悪い人集まって。無法地帯か。そう、だからいかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだの。それがウォールマーケットの始まり。壁の中だけならルール違反は目をつぶる。そうやって治安守ったって。あの壁がそうだな。うん。クラウド寄ってみたい？興味ないね。よかった。7番街への近道はこっちなの。普通はウォールマーケット通っていくんだけど、私のおすすめはこっち。子供の頃からこっそり使ってるんだ。落ちてきたプレートそのままになってるの。ここを通るのか。楽しそうでしょ。っセンテラ。頼んだ。いいとこ見せなきゃ。それをやっ、まぶしい。俺の仕事だ。私の仕事もあるでしょ。届くにかける。行け。備えろ。当たれ。なれ。よかった。あれはロボットアーム、かわいいよね。嘘、はしご引き上げられてる。この子使えないかな。私乗るから上までお願い。本気か。もちろん、上に行ってはしご下ろすね。
ああ。あれ？うん、よし、この調子で頑張ろう。待て。起こしちゃった？沈め。先手だ。モンスター出るようになったから塞いじゃったのかな。そんなところで遊んでたのか。スラム育ちですから。たくましいな。うーん、嬉しくない。軽いな。投げた。ここで仕掛ける。来ないで。落ち着いていけ。頑張るね。アームで、あのコンテナ掴めない？クラウド、もしかしてアーム担当だった？はい。え？あれ、見て。どうして意地悪するかな。また腕の見せ所だね。
人使いが荒い。私下に行くね。クラウド、いいよ。クラウド、ゆっくりでお願い。わかった。